ボナールチャンネルのマサです。ボナーボナー笑ってはいけないボナールの過去動画イエーイということで、まあ僕らの動画って夏ぐらいに伸び始めたんですよ。そうですね。それまでは世界一面白い動画をやってたんですけど、そう、誰も見てくれないと。なので今回はその動画を皆さんにお見せしつつ、それを見て絶対に笑ってはいけないですよ。こういうね、牛乳を含んでね、笑ったらマサの部屋が汚れると。本当にマジで笑わないです、ね、マジで。お牛乳だ。はい、はい、じゃあまず口に入れてね。まずは最初の最初の動画、別にこう笑わなくていいんだから。3、2、1。こんにちは。こんばんは。ボナールチャンネルのマサです。リアです。スーパー土団子製作キットっていうのを買ってきました。土団子、いや、また作りてえなと思って今日はこれ持ってきました。なるほどね。これ持ってきました。なるほどね。どこどこで、え、分かんなかったんだけど、どこ。ゆうやに注目して、あれ、ゆうやに注目して、今日は持ってきました。これ持ってきました。なるほどね。じゃあこれこれ何これ。そうだ、これか。そうだ、言ってたわ。だからね、みんなどこって思ったよ、ほんと今。じゃあこの人メイク動画いきますか。はい、久々に。ボナールチャンネルのマサです。いやです。で今回専属のメイクさん来ていただいて、2人が一番映えそうな化粧をもうお任せでしてもらって、でそのビフォーアフターを楽しんで。ああ、いいじゃん、いいじゃん。はい、お願いします。これ俺もさ、画面見えてないからさ、鏡見た瞬間うーいってなるやつ。いや、でも自分の目に誇らしい思いを持ってるもん。いや、そんなことないけど、なんか前超アップで目だけ撮ったら目だけはまだ撮ってる。前超アップで目だけ撮ったら目だけはまだ撮ってる。いやー、もう我慢しすぎて気管に入ったんだけど。あー、ボロと俺ら耐えれなさすぎじゃん。うわ、すげえ、すげえ。ちょっと耐えよ、もう耐えよ。耐えて。いや、お前ら我慢する気ないやんって思われちゃう、このまま。そうだよ、根強いね、あのファンがいる9番です。9番リベンジはしたいけど、いつか。今日9番フックがあるんですけど、うん、1個 2kg なんですよ。まあ、だからこれだと3つで 6kg 耐えれますと。これまさか今70kg ぐらいらしいんで、まあ75kg 分ぐらい買ってきたんで、全部壁にくっつけて、ここのフックのところに紐つけて、せーので座ったらこれ耐えれるんじゃないかっていう。なるほどね。いやー、編集うまくなった。9番リベンジやるか。やろう。やばい、これラスト牛乳説あるぞ。マジで何杯飲めば気がするんで。お前全然入ってないやろ、クリスタル。こんにちは。ボナールチャンネルのマサです。いやでーす。3つでつけて、こういう輪っかをたくさん作って、で、その輪っかに全部紐をこう通す。はい。これね、下も。いや、もうすごい硬さだよ。もう、見てわかると思うんですけど、この全部のとこから引っかかってるんですよね、これが。この、75キロまで耐えれる椅子、かい。あ、やばいね。ちょっと待って、これさ、ちょっと濡らしてた方がいい。いや、どっちもいい。
これ落ちたらマジでヤバいな。いくよ、3、2、1。おいや、これは、うん、完全にオルタナさんを意識した編集で笑いました。笑えるみたいな、その笑いは結構少ないのかもしんない。そうだね、俺ら面白くないですね、和むなぐらいかもしれないね。そうだね、そうかもしんない。